イエス、ダイエットクリニック、よし今回もやっていくぞ、ダイエットベースースーパーライトロードゲーム。前回は謎の忍者桃影のおかげでランニングの消費カロリーの算出方法が分かったんだよね。意外と超簡単だったよね。今回のウォーキングのカロリーはもうちょっとめんどくさいらしいけど、俺の頭で理解できるかな。まあとりあえず桃影のお屋敷行ってみるか。お、お屋敷着いたぞ。おい桃影殿、え、勇者犬走りや落とし穴にはまった？って何、罠とかあるのこのお屋敷、危ないよ桃影屋敷、どうすりゃいいんだ。ひえー、なんか洞窟みたいなところに落っこっちゃったよ。どっからか地上に抜けれないかな。お、誰かいるぞ。おい桃影殿、助けてくれって、何これ、モンスターやんけ。うわー、なんか超キモいやつ出てきたな、馬ドラゴンって。強いのか弱いのかよくわかんないやつだな。でもドラゴンだし強いかもしれない。ん？ 1 時間ウォーキングした時、消費カロリー算出に必要な情報は体重とどれ？ A 速度、 B 身長、 C やる気。とりあえずウォーキングのカロリー算出に時間と体重は必要な情報ってことだよね。いやこれ普通に A の速度じゃね？身長ならまだしも、やる気とか関係ないだろう。A だな。A です。ん？ファイナルアンサー。何急にこのミリオネアシステム。いいよ A で。自信あるし。今なら答えを変えるチャンスってしつけえな。これ絶対俺を間違えさせるための作戦だろ。騙されねえよ。うわぁ！当たり、ドラゴンに200のダメージ。ほら正解じゃん。おー倒せた。軽くビビったけど。割とイージーに倒せたな。勇者殿、大丈夫ですか？お、その喋り方は。ん？って、おい、洞窟のどこにそんな出てくる天井があるのよ。まあいいか。桃影、遅いよ。もうちょっと早く助けに来てよ。勇者殿、よく馬ドラゴンを倒せましたね。意外と弱かったよ、あいつ。奴は謎かけをし、問題に答えられなかった旅人の尻子玉を抜く恐ろしい妖怪です。いやなんかそれカッパみたいなやつだな。尻子玉抜かれなくてよかったわ。何を隠そう、拙者は3回尻子玉を抜かれたでござる。はっはっはって、お前抜かれたんかい。しかも3回抜かれたって尻子玉って3つあるの？それか返してもらったの取られたやつ。はっはっはって言ってるけど、これ笑って話せる話なのか。謎は深まるばかりだわ。ところで勇者殿、ウォーキングのカロリー算出は大丈夫ですかな？ああ、それが本題だよね。時間とスピードと体重が分かれば出せるんだよね。でもどうやって計算すればいいんだろう。計算自体は面倒なので、情報通信網で調べるでござる。情報通信網？ああ、インターネットのことね。ややこしいな、桃影。ウォーキング、カロリーで検索すれば役立つサイトが出てくるでござる。なるほどね。調べてみるか。でもさ、一つ気になるのが、歩くスピードってなかなかわからなくない？どうやって出すの？まずは時間と距離を把握するでござる。さすれば速度もわかりましょう。ああなるほどね。時間と距離から平均時速を出すわけね。例えば1時間半で6キロを歩いた場合、平均時速は4キロになるわけだ。これでカロリー計算するわけね。よし、オッケー。時間、スピード、体重。今回は、ウォーキングの消費カロリー計算に必要な情報を知ることができたね。次回は、サイクリングの消費カロリーを計算してみるでござる。わかったでござる。さて、今回はこのぐらいでセーブして終わりにするか。だんだんダイエットに詳しくなってきた気がするね。実際まだ何もやってないけど。よし。ダイエットは、明日から。